皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで、本日もですね、イロトラックシミュレーターを開いているんですけども、皆さん見てみてください、この見慣れない景色私ですね、つい先ほど西アフリカマップというものをね、発見しまして、めっちゃマイナーなマップなんですよ。本当にマイナーなところで見つけたんですけども、無事にですね、導入できまして、まあちょっと入ってたのですね、こちらのご紹介をしまして、ちょっと走っていこうと思っております。で、まだまだ開発途中のようで、私今ここにいるんですよ。熊市っていうところにいるんですけど、ここがまあまっすぐこういうルートになってるんですけど、横に行くとですね、またここにあるんですよ。どうやって行くのか分かんないですけどね、フェリー繋がってないんで。で、こっちにもあるんですよ。なので、これがどういう風な感じになっていくのかちょっと分かんないんですけど、今後ね、まあ、とりあえずここ走れるということで、ちょっと今導入してみました。で、導入方法をね、今日ちょっとご紹介しまして、次からですね、ここ一回ちょっとバーッと走って、どれぐらいのクオリティなのかというものをね、皆さんにご紹介していきたいと思います。では早速なんですけども、導入方法をやっていきます。はい、ということで、また概要欄の方にですね、リンク貼っておきましたんで、踏んでいただけたらなと思います。ウエストアフリカマップということで、こちらですね、 1.45 が消されて手書きの 1.46 になってますけども、まあまあまあ、こんな感じの、まあアフリカっぽいですよね、ところを行けるということになっております。はい、で下の方行きますとですね、ダウンロードございますんで、ミラーもありますんで、どっちかですね、 SCS ファイルになってますんで、こちら、カウントダウン終わりましたら、ですね、多分出てくるんじゃないかな。モツファイヤーが何かだったような気がする。モツファイヤーですね。で、こちら何回かクリックしていただければ、ダウンロードできるんでやっていただければなと思います。はい、で、ダウンロード終わりましたらですね、ドラッグ&ドロップでデスクトップの方を持ってきていただきまして、SCS ファイルになってますんで、このままですね、またドキュメントを、開きまして、ユートラですね、開きまして、この中に打ち込んでいただければなと思います。はい、とそうしましたら、またですね、こちらマップモッドでございますので、プロフィールの管理からですね、新しいプロフィールを作っていただいて、でこちらで、ね、またアフリカなんで分かりやすくアフとかアフリカって書いていただいて、でまあお好きなような感じで選んでいただいて、もうやっていただいて、会社名ね。で、この状態でですね、作成しないで、モッドマネージャーの方行きますんで、で、最初はですね、こちらモッドマネージャーの方を開きましたら、最初はこのマップだけ入れます。で、こちらのマップはですね、こちらのあの前のウルトラズーム必要ですので、ウルトラズーム皆さん検索して入れていただければなと思います。最新版は 2.73 ですね。うん、こちらの方のリンクも概要欄の方貼っときますんで、こちらの方からね、こちらのウルトラズームの方入れていただければなと思います。オールワールドって書いてありますけどね、昔のあのウルトラズームと同じだと思います。 UI でマップでございます。で、この順番で入れていただいて、変更を確認します。これ以外のね、モッド入れないでくださいね。あのバグっちゃう可能性あるんで、互換性見るために、起動確認のためにこの2つだけ入れていただければなと思います。で、変更確認します。で、この状態で作成しますね。はい、とそうしますと、本拠地にする都市を選択してくださいってものが出てきますん で、下の方かな、どこら辺だっけ、アフリカ大陸なんで、アフリカ大陸の方を見ていただければなと思います。どこだありましたね。ここと、どこだ、あと、こことね、そう、ここですね。私がさっき選んだとこ、ここ。で、あと上にあるのかな、確か。ここっすね。あ、こっちはでも選べないんだ。なんで、ここと、私が選んだ一番大きいとこと、ここですね。二つ、チュートリアルは見ていきましょう。はい、と、そうしましたら、このような感じで、入れるようになっているということになっております。私またね、こちらほんと 100% 初見で入りましたので、どんな感じかっていうの分かってないんですけども、こうやって見渡してみる限りだと、かなり綺麗にモデリングされているという雰囲気を感じております。はい、まあアフリカってね、ユートラではめちゃめちゃ珍しいマップだと思いますので、まあ、こちらの方ね、ちょっとアフリカの雰囲気とは一体どんなものなのか、私ね、こちらの方、まあ、走っていきたいと思いますんで、まあ雰囲気をね、皆さん一緒に
楽しんでいただければなと思います。はい、というわけで本日はですね、西アフリカのマップをご紹介いたしました。参考になった方はね、ぜひチャンネル登録高評価していただいて、まあ、次回からのね、ラバちゃんのこちらの西アフリカマップ一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい、というわけで皆さんね、また次ね、いよいよ走っていきますんで、こちらの方で運送していきますんで、一緒に楽しんでいきましょう。はい、では皆さん、またラバちゃんのですね、ユーロトラックシミュレーター西アフリカ編でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。